はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーのこの色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香です。こんにちは。なんかアイロンあったから髪でも綺麗にしようかしら。こんばんは、こんばんは、じゃあこんにちは。今日も元気に飛行機が飛んでおります。今日はお休みですか？そうなんです、本日はお休みでございます。そうそうです、本日お休みということで、今日はお昼ぐらいまで寝て、で実はあれなんですよ、昨日にし朝からお仕事だったんですけど、そうでも何だか本気で足が痛いと思ってしまって、その千秋楽終わった日の夜かな、でどうしよう痛いってなって、で昨日朝からお仕事入ってたんですけど、ちょっとそれをお昼からにずらしてもらって朝から病院行ってたんですよ。そうでレントゲン撮ってみたいな感じでそう行ったんですけど、そうでそこでちょっと2日間ぐらいはあんま歩かないでほしいってなっちゃって、まあでも昨日はだからちょっと移動はありがたいことにタクシーとかを使わせて移動とかはしてたんですけど、今日お休みだったのでとりあえず今は安静にあんまり歩かないようにしております。そうありがとう。そうなんですよね。だからとりあえず今日はなるべく足を動かさないようにしようと思うんですけど、でもお家には何もない。でも今ずっと片付けてて家の中そう荷物がなんかたくさんになってきちゃって、そうなのよ。だから今ゴミを出そうかなって思ってたところで、そうなんかやっぱ舞台期間中本番の時とかってなんかめっちゃお菓子とかを買ったりこういただいたり差し入れとかでいただいたりするんですよ。でも結局こう舞台本番中とか眠くなっちゃうから、ご飯を食べ過ぎちゃうと、だから大西はあんまこうご飯を食べるけど、そんな最低限これぐらい食べたらいいだろうっていうぐらいのものしか食べずに生きてるんですね。ってなるとお菓子がめっちゃ余っちゃって、今さカバンとかから引っ張り出してきたらさ、このでっかいのにパンパンになるぐらいにお菓子がさ出てきちゃってさ、すごくない？こんだけの量あるんだよ、パンパンなの。さっき1個食べたんだけどさ、駄菓子、それでもまだまだお菓子余ってるのね。盛りだくさんでしょう。タラタラしてんじゃねえよ。お店紹介していくわ。お店紹介じゃない、お菓子紹介していくわ。まずこちらタラタラしてんじゃねえよ。これを自分で買いました。サンシャイン劇場のサンシャインの中にある駄菓子屋さんでこれ買いましたね。
これジャガポックル、それこれ話したっけ、お兄さん話してないよね。お兄さん北海道行ったじゃないですか、舞台の稽古の期間に、あの北海道全国ファンミーティングで北海道行った時にこれをあの稽古場のみんなにお土産として買ってってたんですよ。でまあでもこれ自分でもめっちゃ食べたかったの、ホタテ塩味っていうのから自分でもまあ何個か持って帰ろうと思ってったら、あのもう鬼師が行く頃にはもうありがたいことに全て完売しておって、食べれへんかったって言ってたんやけど、ほんならあの十和津街の制作さん、女性の方がいらっしゃるんですけど、がお友達が北海道がお家でみたいな、お兄ちゃん食べれないって言ってたでしょって言って、これ買ってきてもらったよって言って、優しくないマジで。でこれくれたので、一箱買ってきてくれて、めっちゃでも多かったからミリアちゃんと半分半分にして持って帰ってきた。そう、優しすぎひんマジで。そうこれまだ食べてないです。でこれは紅茶です、お菓子じゃないけど紅茶。これははるちゃん、ツバメ役のはるちゃんが差し入れでくれてたやつ、美味しい。ティー好きだから、うわこれ持って帰ろうと思って持って帰ってきた。そう、イークボハルミちゃん、あ自分で買ったチョコットソフト、これ昔なんか食べたことあるなと思って、これも駄菓子屋さんで自分で買った。なんか大量のラングドシャ、まだまだ中にあるんだけど、大量のラングドシャ。これはね、ひだちゃんかセリちゃんか、セリちゃんかながくれた差し入れ。これも自分で買った石のチョコレート、月の小石だ。これも駄菓子屋さんで自分で買った。いろんな数のグミ。この2つは昨日の撮影で臼井さんが持って帰ってって言ってくれたので持って帰ってきて。あとはじゃがりこの明太子味とララクラッシュと大量のアメちゃんと、あとね、コンペイトーもあるんです。あ、これもある。これも駄菓子屋さんで買ったラムネ。このかわいいコンペイトーどこ行ったんだろう。うん、グミもあった。こんなにかき混ぜてるのに、あったわ、はい、かわいいコンペイトー。めっちゃあるでしょ、お店開けて。あんまお店お菓子食べないんだけどさ言うて、これで1年ぐらい1年ぐらいはいけそうだ。そうですよ、選び放題のコンペイトー好きなんで。コンペイトーね、昔から好きなんですよ。でも味というよりかはあの宝石みたいな見た目が昔から好きで、コンペイトー見っけたらよく買っちゃう。かわいいよねコンペイトーね、かわいいよねコンペイトー、見た目で買っちゃう。
これラムネでも食べようかな。これ好きなんですよね。すごい、来年の3月までいけるっていう。これさあ、お菓子のさ入れ放題のところあるじゃん、知ってる？ハサミない。ハサミ、あ、いけた。入れ放題のとこあるじゃん、なんか知ってる？あのなんかスコップみたいなんでガーッガーって作って、あ、そう、量り売りのやつ。まっ、まっ、まっ、うますぎ。ここでバナナの形のラムネとか星の形のラムネとかいっぱいあるんですよ。私ラムネ好きなんですけど、そういうのいっぱい買いに行っちゃうときある。まあ、舞台終わって言葉が少し柔らかくなったね。本当基本そうなのよ。もし舞台やってるとき大体ショールームで機嫌悪いの、ごめんね。舞台が終わったらいつもの私に戻ります。うまっ、うまっ。幸せ。なんか下地ぐらいしておこうかな。今そう、カバンの中をあさってるからそう、これもカバンの中あったから今アイロン当ててるんだけど、日焼け止めぐらい塗っとくか。あげないよ。寝かけするのって。うん、今からあの家にないものをちょっと買いに行こうとは思ってるけど、そんな近所に買いに行くぐらい。うん、ラップとアルミホイルとあとリンスと乳液がないんですよ。これを買いに行かなきゃ。生活感すごいなって。そうでしょ、人間だもん、生活をしているからそりゃ生活感はあるさ。足に気をつけててね。ありがとう。なるべくゆっくり歩いていこう。うん、足使えないと本当不便だね。使えなくはないんだけどさ、あのこうね、うまく思い通りにいかないのって本当に不便、不便というか慣れてないだけかもしれない。4時ぐらいになったら行って始めようかな。あ、日まだダメなの。うん、初めて自分の、あ、初めてじゃない、2回目だ人生で。
あの自分の足のレントゲン見たの中学生の時以来、昨日。でレントゲン撮ってこうこうこうなってるよって言われて、なんか本当にこう自分のさ足を 生身というかこう普通に見た時にさ、確かになんか形変わってるみたいな。眉毛ぐらい描いとこうかな。難しいよね、その辺ね。足がカモノハシみたいになってるよって言われた大西昨日足がカモノハシみたいになってる。なんかどういう仕事をしてるのかみたいな、なってそのどういうのが原因で痛くなったのって聞かれた時に、お仕事何してるのって言われて、まあ、ちょっと芸能のお仕事してるんですけどみたいな話をちゃんと話したのね、正直に。そうで、まあ、パソコンのなんか情報みたいなの見たら、あのなんか多分それぞれの診断してきた方とかの多分なんて言うんだろうね、な名前と職業みたいな感じなのかな、わかんないけど、なんか自分のだけ見たんだけど、バッて見たら大西桃から芸能人って書いてあったお医者さんのデータに。芸能人の人は芸能人って書かれるんだと。そうそう、なんかちょっと恥ずかしかった。もうだからすごい、これからのテーピングのこととか、あの次行った時あれを作ってもらうんだけど、足の。インソールを入れ、あの作ってもらうんだけど、自分の形の、いろんな形っていうか矯正していくための、なんかいろいろ考えてくださってた。ステージに立つときにテーピングとかあんまできないようだったらみたいな、インソール作って、ラムネ美味しすぎて止まんない。ラムネって何でできてるの？ブドウと水飴、でんぷんだって。おいしい。
うん、まったりしてて、ね、久しぶりだね、こんなまったりした配信。やめられない、止まらない。何時前に配信する？5時にはもう買い物行く、買い物に行くというか買い物に行くに準備をする。もう55分、早っ。でも買った部屋も綺麗になったり、綺麗にはなってないけど、ラムネって太る？すぎるとね。でもなんかあんま太るイメージないよね、ラムネって。どのぐらい食べたら太るんだろう。毎日これを30袋とか。うん、太る、なんか太るっていう糖尿病みたいな。なんか危なそう感じ。飲むラムネは好きですかって、飲むラムネも好きだよ。でもなんかなんだろう、大西そこまで炭酸好きじゃないの。別に飲むけど、炭酸飲めるし、飲むし、炭酸飲みたいなって時もあるんだけど、炭酸がめっちゃ好きってわけではないからって感じかな。伸びをすると気持ちいいよね、体が。さあみんなも伸びをしてみよう。3、はい、うん、いいですね。ずっとこうしてたい。やっぱり人生は余裕があるのが一番なんだね。時間とか自分に余裕がある人生が大西は一番いいと思う。ね。一
旦今日はここまでにしておこう。結構食べたね。久しぶりにお菓子の量り売り行きたいな。よし、じゃあちょっとそろそろリンスとか買ってくるわ。ではじゃあランキングの方を1位の方から。あではランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位、コバットマーク大西良さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がお豆さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんとゆももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、三尾村のケイタン、おやすみあってよかったさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエニョアットマークももかへの愛さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がまぼろしさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がいちよし ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がみーちーかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がキークさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がもゆアットマーク大西のまーさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。すごい見えるんじゃない、今大西の目の奥に映っているみんなのコメント、どう？見えない？もしこれ自分で見えてるんだけど、そんな画質良くないのか、みんなから。ほら見える？無理か。コメント欄までは見える。嘘やんな。すげえ。以上。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、バイバイ、行ってきます。バイバーイ。